吉谷さん、暗号通貨爆上げでございます。でもね、2014年とか2015年から暗号通貨の世界に入って私から考えると爆上げしかないですよ。だって当時の二束三文で仕込んでるわけですからね。だからね、ここ2、3年で何か賞なんかね参入したってわけじゃないですから、やっぱりね、先行者利益っていうんですかね、アフィリエイトとかいわゆるネットビジネスにしても、広島みたいな地方で言ったらね、私は先行者の方なんですよ。だから東京に情報を取りに行って広島で展開するっていうのはまさにうまくいったなと思いますよね。だからタイムマシンビジネスっていうのを私、堀江貴文さんの講座で知って、時間差っていうのが必ずあるから、もうね、その流行ってるところに取りに行ってまだ流行ってないところで売るみたいなね。だからそれが、だから海外ビジネスとか金利差とか価格差にも生きてるのかなと思いますし、その転売ってのも結局はタイムマシンビジネスなんだろうなと思うんですよ。ある一定の商品が価格差を生んで、価格差を生んでるマーケットで売ると。でもそこにはノウハウを売る人っていうのがいるんで、このマーケット売れるよっていうのを誰かがね、やっぱり話すんですよね。でそうなるとだんだんこうね、下等競争が埋まってきて、格差が埋まってきて、価格が平均化するということで、潰れていくんですよね。だからね、私アフィリエイトやって感じたのは、どこに何を売るかっていうこの2つの要素は絶対に人に話しちゃいけないなと思うんですよ。ただコミュニティ運営するとその2つを話さざるを得ないんで、だから市場って潰れていくんですよね。で結局そのコミュニティ運営をするっていうことは、特に転売のコミュニティってのは、自分の熟成さんにその自分のね、エッセンスをどんどん伝えていくことなんで、自分が苦しくなるんですよね。で結局相場、自分が転売するんじゃなくて、転売のやり方を教えるしかなくなってきて、どんどん現役から退いていって、でその世界にいられなくなるっていうね、なんかタコの、足食いみたいな現象が起きてるんじゃないかなと思うんですよ。でアフィリエイトでも似たようなことがあって、アフィリエイトでほとんどの方はメディア構築ができなくて潰れていくんで問題ないんですけども、一部生き残って這い上がってくる人には、やっぱりとっておきのそのマーケットとね、とっておきの、商品やっぱ教えていかないと、いけないんですよね。だって伸び悩んじゃう時にアドバイスしないといけないですから。そうなると自分のとっておきのマーケットと自分のとっておきの商品を紹介するんで、自分がやりにくくなるんですよ。だからライバル増やしてるんですよ、自ら。だそういうところがあるんで、私はね、速稼塾の2017年ファイナルってものを最後にね、この商品とこのマーケットが莫大アフィリエイトでは当たるぜみたいな全部を公開してね、終わりました。その時のセミナーが5時間で40万っていうセミナーやったんですけども、おかげさまで10人参加してくださってですね、まあ日当400万という、でもみんな稼いでる人ばっかりだったんで、まあなんかね、40万39万8000円はポンポポンと払ってくれましたよね。で当然その方たちはその後あっという間に利益をかっさらって、そのマーケットは潰れて食い潰して終わるみたいなだからじゃないですかね、アフィリエイトの単価っていうのは落ちていったりとか、 ASP さんもいろんな商品を開発していかないと、同じ商品は結局潰れていってしまうってことをね、繰り返すんだろうなと思います。昔はね、スマホ乗り換えただけで30万40万みたいな時代もあったんですけど、今はそういうのないですからね。そういうことを繰り返していくんでしょうね。で情報発信としては、そういうふうな現象を YouTube とかで話すことによって、広告収入とかね、コンテンツへの集客っていうのが安定するんで、やっぱ情報発信、吉田さんみたいなのが最強じゃないですかね。で私はね、 FX とかその投資が体に合ってましたね。本当に体に合ってたっていうのか、ビジネスで成功した人ね、まあ自分で成功っていうのはおこがましいんですけども、自分のビジネスで一定の金額を作れた人って、その精神力とノウハウを持って多分投資も攻略すると思うんで、吉田さんがね、40歳から投資の世界に入る、 FX やる、これはね、吉田さんやっぱりうまくいくと思いますよ。吉田さんは、私は反抗してもいいと思いますけども、その精神力と発信力を持ってすれば、例えばね、 FX をやってるところを多分動画解説とかすると思いますし、感想をまたね、動画のネタにすると思うんですよ。リスクヘッジできてますよね。 FX で損しても広告収入取り戻すみたいな。 FX の広告単価高いですからね。何度も言いますけども、 FX と暗号通貨の広告単価高いんで、もうね、すごいですよ。私と吉谷さんって多分ね、月間の再生回数ってそんなに変わんないと思うんですよ。まあ分かんないですけどね。まあ変わったとしても、本来だったら広告単価って、なんていうのかな、どっこいだと思うんですよ、私と吉谷さん。でも私、10万切らないですからね。10万切らないってことは、やっぱり FX と暗号通貨のネタが、それほど単価が高いってことですよ。だって、爆再生なんてないですからね、私ね。
数十回とかよくて100回200回の FX とか暗号通貨の動画が積み重なってこの利益をずっと作ってくれるんですよ。だから FX と暗号通貨以外の動画の単価っていうのはまだまだ安いんで、だからアフィリエイト単価の高いやつ、まさに私それですよね、昔からアフィリエイトの単価の高い広告っていうのが未だに生きてるんですよね。